はい、えー、皆様、こんばんは。え本日は、令和2年9月の20日日曜日、ボギーチャンネルの時間がやってまいりました。まあ、本日も私、コギーがですね、あの、お送りしたいなというふうに思い、代打キャストしてお送りしたいなというふうに思います。まあ今日はの9月の20日ということで、まあ、あの、 バレキ上では、あの、令和2年ではあるんですけども、西暦では2020年と、あの、20という数字が、あの、3つ重なるということでですね、まあ、徳さん、あの、先ほどま気にしてなかったんですけども、あ、そういえば今日はこんな日だなっていうふうに、あの、思い出しました。まあ、早速、越士様、クラスカーありがとうございます。それから、ラプテンさん、カタカナのハチさん、中佐、それから、の、江戸前あさり小僧さん、こんばんは。えー、今日も来ていただきまして、ありがとうございます。 さて、あの、今日はの日曜日ということで、あの、日曜日は毎週ですね、FM21 にて、えー、木曜日放送のワンヌームイという番組を放送をしております、えー。ワンヌームイ、あの、以前はですね、あの、木曜日の22時からの生放送ということではあったんですけども、あの、今年の4月からはですね、まあ、ちょっとあの、曲、まあの都合もありまして、えー、収録での放送になっております。 まあ今、FM21 で放送している番組、あの夜の8時以降に放送している番組につきましては、すべて収録ということで、まあ、ちょっとあのスタッフの負担軽減ということもありまして、まあ、そういった形になっております。まあ、収録、あの放送の携帯がですね、あの生放送から収録に変わりましても、まあ、取り上げる内容ですとか、あと HK さんの弾けぶりというのは全く変わっておりません。まあ、今日はですね、あの 今日収録した分の放送につきましては、来る9月の24日木曜日、22時、9月の24日木曜日の午後10時から放送になります。まあ、1時間の放送ではあるんですけども、まあ、このポギーチャンネルでもミラー放送をする予定となっておりますので、まあ、ぜひお聴きください。 それとの FM21 の番組につきましては、あの FM、スマホですとスマホ用アプリがございますので、まあそちらも非常にあの機動性がいいアプリにな,になっておりますので、えー、お使いいただければなというふうに思います。あとパソコンでは、サイマルラジオというツールもありますので、あぜひとも皆様、あのー、まあお好きなツールを使ってお聞きいただければ幸いでございます。 まあさて、あのー、次回のワンヌウムイの放送内容なんですけども、もう既にあのご存知の方いらっしゃると思うんですけども、まあえー、この間、17日の木曜日、3日前の放送では、まあ、玉木県政の2年間を振り返るということでですね、まあ、玉木県政の総括を行っております。 まあ、県知事の任期というのは4年なんですけども、まあ、ちょうどこの9月の終わりでですね、折り返し地点に差し掛かるということで、じゃあちょっと2年間を改めて検証しようと思いまして、まあ、いろいろあのネタを集めてみますところ、もう玉木県政のあの素素というのはですね、もうこれでもかというぐらい出てくるという、まあ、いいことといったら、あの、ほとんど出てこない一方で、もう悪い点というのが、あの、かなり多く出てくるという、そういったことに気づかされております。 まあ本来であればですね、まあいい点と悪い点をですね、あの、両方、あのー、まあ大体同じくらい取り上げていくのが公平ではないかなというふうに思うんですけども、あの、玉城県政、あまりにもあの、まあ悪い点といいますか、あの、嘘があの、多すぎる。 いい点が少なすぎる上に悪い点が多すぎということで,です、ねまあ、あのちょっとあの人によってはこれって偏ってんじゃないのというふうに思われるかもしれないんですけどももういいところがほとんどないという、まあ、そういった状況になっておりますのでぜひ、まあ、ともそこはですねあのまあ多めに見ていただければなというふうに思います。であの本日収録した放送 あの、今度の木曜日に流れる放送でも、ま、玉木県生の2年間を振り返るということで,ですね、あの、先日の放送では、ちょっと1回分の放送ではですね、あの、喋り足りないっていうところもありましたので、ま、今日は、あの、その喋り足らなかったところ、前回の放送ではですね、喋り足りなかったところを、あの、いろいろ話したんですけれども、ま、それでもあの、2回分、 1>, 1時間のか2回分使ってもですね、あ、そういえば、あの、番組終わってから、修色が終わってからですね、あ、あのことは話してなかったなという、まあ、そういった点も多々あります。まあ、それだけ多分、玉木県政、でもこれだけ、あの、いろいろとやらかしている知事というのもですね、本当に珍しいのではないかなと、全体未聞ではないかなというふうに思います。前代の、あの、県政もですね、まあ、あの、ばかりに紛争している。 本人の口からですね、あの、私の仕事のあの、8割、9割は半吉だというふうに出ておりました通りに、もう半吉半吉ばかりではひどいものでしたけども、あの、下手をすると、玉木県勢は、あの、その女川県勢のですね、悪いところをさらにあの、悪化させたような、そういった印象すらあります。 ラプテンさん、多摩県政の構成、多くの沖縄県民に、あ、こいつダメだという意識転換もたらしたことあ。そうですね。あの、まあ、それ、そういった意識転換が、あの、2年後のですね、まあ、県知事選挙にあの反映されればいいなというふうに思っております。あと、あの、明日更新される県知事の予定票がどれだけ埋まってるか楽しみだなっていう。<laughs> そうですね。確かに、あの、県知事の,あの予定票。まあ、これ、あの、沖縄県のホームページで公表されてるんですけども、まあ、かなり、あの、空白が多い。 なんでこんな空白が多いのかなっていう、そういったふうにですね、私非常に疑問に思っているんですけども、まあ、情報公開、情報公開というのであればですね、やっぱりきちんと、県知事のスケジュール、県知事の公務のスケジュールについてはですね、まあ、ちゃんと公開した方がいいのではないかなというふうに思います。まあ、プライベートのことにつきましてはですね、あの、公開する必要はないんですけども、まあ、公務については公開すべきかなというふうに思います。 そういえば、あの、先日、あの、玉木県知事、あの、東京に、あの、出張に行き、行きましたけども、それについても、あの、ま、玉木知事のスケジュールのページには載っていなかったということもありますので、さすがに公務の出張をですね、ま、掲載しないっていうのは、あいただけないことだな、というふうに思います。まあ、玉木県政、あの、次回の放送ではですね、その玉木県政の、いいところも、少し取り上げたんですけども、あの、悪いところの方が多く取り上げられております。 それと、あの、玉木デニー知事がですね、あの、ま、支援している政治家についても、ま、取り上げております。その政治家は誰かにつきましてはですね、ま、放送でのお楽しみということで、4日後のワンヌームイを、ワンヌームイを聞いていただければな、というふうに思います。 さて、あの、本日あの、話す内容といたしましては、あの、この放送機器の中にはですね、お聞きの皆様の中には、あの、Facebook されている方多いと思うんですけども、特に最近 Facebook でですね、注意喚起を受けるっていうケースが、私、多いなっていうふうに感じております。 先週金曜日、あの、チャンネル桜のフロントジャパンという番組に出演されました、えー、上島義郎さんという元産経新聞の記者の方がですね、あの、まあ、韓国の慰安婦についての投稿をしたところ、2年前の投稿だったと思うんですけども、その投稿を理由に、えー、30日間のアカウント停止をくらったという、そういったことを話されておりました。 まあこれもちょっとかなり日の良い話だなというふうに思いますけども、まあそういったところを見ますと、も、ま、う、あ、Facebook もやたらとあの、隣国に、えー、忖度している傾向はですね、最近さらに強まっているのではないかなというふうに思います。実は私先日ですね、あの、アカウント停止までは行ってないんですけども、あの、まあコメントをですね、Facebook 側であの、勝手に削除されたっていう、そういったことがありました。そのことについてあの、今日はちょっと話したいなというふうに思います。 まずあの、先日 Facebook からですね、こういった注意喚起が私のところに届きました。まあ、半月前の9月5日の土曜日なんですけども、あなたのコメントを再度審査した結果、コミュニティ違反に従っていないということが確認されましたという、そういった注意書きが来ました。まあ、再度っていうふうに書いてありますけども、最初はあの、あなたのコメントがコミュニティ期間に違反していることが確認されましたというふうに聞きました。 きましたので、まあ、そのコメントは何だったのかあの確認しましたところ、私がですね、なんとあの、6年前に投稿したコメントについて、そのものいがですね、ついたっていうことになっております。まあ、6年前にですね、えー、キャスターを務めているジャーナリストをされております、大高美紀さんが、日韓円満断行はいかが女性キャスターが見たイアフ問題の真実という本を上司されました。 その本の感想をですね、まあ、大高さんの,あの Facebook のページのコメント欄にあの投稿しましたところ、そのコメントがあのコミュニティ規定に違反しているというふうに、まあ、そういった注意が来たんですね。で、今そのコメントはあの削除されて見られないようになっているんですけども、まあ、どういったコメントをしたかと言いますと、あのそのコメントをあの私はちょっとキャプチャーを取っておきましたので、まあ、そのコメントを今から読み上げます。日韓円満断行はいかがを読みました 韓国のゲンが水曜日デモに参加しているハルモニを見て大高さんに発した次の言葉が印象的でした。売春は恥ずかしいことでしょまして家族か親戚がいれば絶対に過去を明かさないでしょ家族が許しませんよ。韓国はあ低層関連が厳しいから本当の慰安婦はああやって表に出しませんよ。というコメントでした。 そして、え、ハルモニたちはこの言葉を聞いて、歯ぎしりしていることでしょうというふうに、私、あの、大高さんのですね、え、タイムラインコメントしましたところ、あの、このコメントがですね、コミュニティ規定に違反しているっていう、そういったものに意がつきました。先ほど申しましたように、今紹介したコメントはですね、あの、6年前の、2014年の6月に投稿しているコメントなんですけれども、6年以上経って今更ですね、まあ、こういった、ああ、 ふうにですね、あの、コミュニティ起点に違反していることが確認されましたという注意書きが来ました。で、私、これ、あの、まあ、どこが違反だっていうふうに納得できなかったので、Facebook に異議申し立てをしましたところ、今、画面に表示されているようにですね、まあ、再度審査した結果、Facebook のコミュニティ起点に従っていないということが確認されたという、まあ、そういった、もの言いがつきまして、結局、先ほど、 読み上げましたコメントというのは削除された形になっております。まあ、その時の様子、はい、あのー、まあ、異議申請を申し立てましたところ、それがですね、Facebook 側で却下されたという、まあ、そういったことでございます。あの、どなたかの言葉を変えて言えばですね、あの、私の異議申し立ては却下。 されたっていうことになったわけなんですけども、6年前のコメントについてですね、今更こういったふうにですね、コミュニティ規定に違反してますよっていうふうに言われるのは私非常に納得いきませんし、なぜ私は今読み上げたコメントのどこが違反してるのかなという、そういった疑問も湧いてきます。確かに是間という言葉は、あの、馴染みのない言葉でありまして、あまりあの、使いたくない言葉ではあるんですけども、ただちょっと他に言い回しがあの、 見当たらない以上ですね、まあ、使うしかないという、まあ、図言といっても決して、あの、まあ、地上波では放送禁止用語ではございませんので、えー、なんで Facebook でですね、まあ、これがちょっとあの、不適切なコメントかなっていうふうにはですね、不適切なコメントというふうに、あの、物言いがつくのかなっていうふうに私非常に納得がいきません。 で、私、あの、まあ、知人とかにいろいろあの話したところですね、あの、やはり過去のコメント、2年から3年以上経って、コメント、2年から3年以上前のです、コメントに対して、まあ、こういった、まあ、違反規定の注意を受けたっていう方、まあ、結構多いんですよね。なんであの、こういった風に前の、もう何年も前のです、コメント、私の場合に至ってはですね、6年も前のコメントについて、まあ、こういった物言いがついたということですね、あの、 一体誰がですね、こんな風に、えー、こんな風にですね、判断しているのかなというふうに私非常に納得がいかない、えー、状況になっております。なぜかあの、Facebook ではですね、あの、隣国のことをなんか悪く書くと、まあ、それであの、コメントが削除されたりですとか、まあ、最悪の場合、あの、アカウント停止という、まあ、そういった措置がなされるということでは、私ちょっとあの、言論の自由は守られているのかなというふうに疑問に思ってしまいます。で、一方、なぜかのアッチ系がですね、 あの、サハ系が書いているコメント。左派系が、あの、どんなにですね、あの、品のないコメントを書いていたりですとか、あと、品のない、えー、投稿をしていたりですとか、まあ、そういったことに関しましては、私、あの、こういったふうにですね、あの、コミュニティ規定に違反しているというふうになったケースって、解無ではないかなというふうに思うんですよ。私が知る限りでは、あの、解無であります。 あれ、一つ例を申し上げますと、あの、まあ、あ石鹸男宮城さんがあの、このよなく愛しております、まあ、ーアウト T さん、あの、以前はですね、えー、普天間基地と大山ゲート前に、えー、毎週火曜日の、毎週火曜日にですね、えー、普天間基地と大山ゲート前に行きまして、えー、米軍に対して、まあ、罵声を浴びせるっていうことをやっておりました。それだけではなくてですね、あの、 その一方で、ハートクリーンプロジェクトをやっている人のですね、えー、まあ顔とかそういったものを動画に撮って、まあそれでのフェイスブックに、あの、晒すという、まあそういったことをやっておりました。まあ、ハートクリーンプロジェクトは、あの、今年に入ってから、あの、武漢ウイルスの影響もありまして、まあ一時、あの、中断してるんですけども、まあ、以前は、あの、火曜日にやったこともありました。 ま去年はですね、あの、まあ、火曜日ではなくて水曜日にやっていたっていうことではあるんですけども、まあ、それより以前はですね、まあ、火曜日にもあのフェイス、ハートクリーンプロジェクトをやっておりました。まあ、ハートクリーンプロジェクトというのは、あの毎週火曜日、 あの、左きたちがですね、米兵に対しての、米兵に対しまして罵声を浴びせて、まあ、こういったことをされると、まあ、米兵たちも、あの、まあ、心を病んでしまうということもありまして、まあ、そういった、米兵たちの心を慰めようということで始まったのがハートクリーンプロジェクトでございます。横断幕に、Thank you for protecting this island.You are my good friend というふうなですね、英語で書いた横断幕を抱えて、まあ、それで、えー 車で通りかかる米兵たちにですね、えー、手を振って挨拶するという、そういった活動が、あの、ハートクリーン活動だったんですけども、まあ、そのハートクリーン活動に参加している方を見ますとですね、まあ、その2アウト T さんは、もうネチネチと、あの、ハンド、まあ録、6、6楽器ですね、えー、ハンドカメラを回して、それで、えー、カメラで撮影したあの画像をですね、Facebook に晒す。 最悪の場合は、まあ、その顔の方のですね、本名まで勝手に出すという、そういったことをやっておりました。実は私、その被害を受けたですね、一、まあ、人でございます。4年ぐらい前だったと思うんですけども、私が、あの、ハートクリーンプロジェクトに参加しているときのですね、画像を、その2アウト T さんに撮らえまして、2アート T さんの Facebook に、あの、全公開で、えー、私の名前、本名ですね、まあ、キャプ、本名を、あの、テロップに入れて、 私の顔写真を全公開ということは FBFFFacebook で友達になっている方以外の方も見られるでしかもこの全公開になっている投稿につきましてはです、ね、Facebook にあのログインしてなくても見られる場合があるんですよ、まあ、そ,れその Facebook にログインしてない場合に見られるのはどういった場合かといいますと、まあ、その投稿のパーマリンクを直接 まあ、ブラウザのアドレスバーに入力して、あの、エンターキーを押すと、まあ、それで見られてしまうということではあるんですよね。これ、業さん、超動権違反じゃっていうふうに書いてありますけども、まさにその通りなんですよ。で、しかも私、あの、顔写真だけではなくて、えー、本名名前までさらされたわけですから、まあ、これは、あの、まあ、違反行為だ。Facebook のコミュニティ規定に違反していることを、違反しているのではないかということでですね、私、あの、この投稿につきまして、通報いたしました。 ところが、あの、その、Facebook から返ってきた回答につきましては、まあ、これ、これはあ、コミュニティ規範に違反しておりません。審査して,してた結果、コミュニティ規範コミュニティ規に違反していませんという,う答えが返ってきまして、私の顔、写真とそれから名前が勝手に出された投稿は今でも削除されておりません。 本当にあの、こういったことになりますと、もう Facebook ってあの、あっち系の方には、あっち系ですか隣国には忖度するんですけども、あの、保守系の方々に対してはですね、ま容赦なくあの、コメントを削除したりですとか、あるいはアカウントを停止するという、まあ、そういったことをやってる、風ふうに、私、ちょっとあの、見て取れて仕方がないんですよね。まあ、だからといって私の Facebook はあの、やめるつもりはないんですけども、まあ、私 Facebook ってあの、 ワンヌームイですか、水曜駐車作戦のあの番組宣伝とかやってますので、フェイスブックやめるつもりはないんですけども、これって本当にどうなのかなというふうに思います。も、ま、う、あ、本当にあっち系の方々、まあエッジ系ではなく左系の方々がですね、えー、が投稿した、ああ、本当に品のない投稿、あるいはまあ人のプライバシーをですね、勝手にさらすような投稿は、ああ、投稿については、本当にあの取り締まりというのが甘いなというふうに思います。 ラプテンさん、日本独自の SNS サービスがあればなっていうふうに思うんですけど、書いてありますけれども、私も答えあの、非常に同感でございます。まあ、日本独自の SNS サービスを作るにはですね、まあ、かなりの,あの技術力とあの、お金が必要だっていうふうに私、ある方から聞いたんですけども、あの、そうであればですね、まあ、私は、あの、 本当にこういったところにですね、日本企業が、まあ、腰を上げまして、まあ、たとえ、あの、まあ、一企業ですから、あの、例えどんなにお金がかかってもというふうに言うつもりはないんですけども、まあ、多少あの、お金がかかってもですね、まあ、こういった日本独自の SNS を開発してほしいなというふうにあります。 あ中佐、えー、ミクシーでししたたたっけありましたか潰されたようなそうですね。ミクシーってあの、確か、まあ日本独自の SNS だったんですけども、まあ今やっている人というのは非常に少ない。10年くらい前はミクシーかなり流行ったようなんですけども、今はちょっとあの見る影もなくなってしまったのが私非常に残念だなというふうに思います。まあ SNS だけではなくてですね、あのー、 日本製、日本で製造、日本国内制度してほしいなという思うものにつきましては、私こういったものももっともっと日本で作ってほしいと思うんですよ。今ちょっとあの画面に、その商品を出しますけども、 今、画面を変えております。ちょっと時間がかかるので、今、しばらくお待ちください。あ、はい、出ましたでしょうか。まあ、今、あの、まあ、武漢ウイルスの、あの、まあ、感染拡大防止のため、えー、マスクを着用している方は、あの、非常に多いと思います。まあ、マスクにはですね、えー、かの国製のマスクが、あの、に出回っているマスクのですね、もう5割以上が、あの、かの国製のマスクだっていうふうに言われております。 まあ一説にはですね、8割近くに迫るという、まあそういった説もあるんですけども、まあ、いずれにしても、あの、まあ市場に売られているマスクの大半をですね、まあカノクニ製のマスクではあるんですけども、そのカノクニ製マスクの中にはですね、もうすぐにこんな状態になってしまう。紐をちょっと引っ張っただけで,ですね、あの、画面に表示しているような状態になってしまう。ラプテンさん、のデニムのマスクですかっていうふうに来てるんですけども、いえ、あの、デニムではありません。 これは普通の紙のマスクではあるんですけどももうすぐにの紐が取れてしまうっていうようなですねそういったマスクが数多く含まれているという状況になっております。 以前、このボギーチャンネルでも紹介した記憶があるんですけども、私、ようやく、あの、沖縄県内でマスクが、あの、薬局とか、の、スーパーとかで買えるようになった頃ですね、まあ、あの、化学に着のマスクだったんですけども、もうー、背に腹を変えられないっていうことでですね、あの、マスクを、その化学に着のマスクを、まあ、10個入りの1パックがあるんですけども、それを3パック、1人3パックまで購入かっていうふうに書いておりましたので、もう3パック買いました。 10パックの、1袋10パックを3袋ですから、まあ30枚マスクが、30枚のマスクをですね、手に入れたんですけども、その30枚のうちですね、あの、6枚がすぐこのような状態になったという、もう不要品率2割という、まあ非常にですね、あのー、やるせなくなるような、そういった目に出くわしたことがあります。 まあ、こういったふうにですね、あの、まあ、家族人のマスク、まあ、確かに、あの、ちゃんと使えるものもあるんですけれども、まあ、こういったふうに、あの、すぐに紐が取れてしまって、使い物にならなくなってしまうというのも、まあ、少なからずありますので、このマスクをですね、もっともっと、あの、日本国内で、日本製のマスクがですね、まあ、市場で出回ってくれればいいなというふうに思います。まあ、今回の武漢ウイルスの影響も受けまして、サプライチェーンを、あの、日本国内に回帰させようという、そういったふうようなですね、声を上げている方、まあ、非常に多くなっております。 まあ、かの国に行って、えー、かの、まあ、かの国からですね、輸入が途絶えてしまうことによって、え市、ー、場に供給が行き渡らない。まあ、マスクで言いますと、まあ、マスクがどこ行っても手に入らないっていうような状況にならないようにするためにも、あの、かの国にあったサプライチェーン、生産拠点を日本に戻そうという、まあ、そういった提案ではあるんですけども、私この提案に大賛成です。 で、それ、そういった動きに対しましてはですね、まあ、政府が財政的に補助してもいいのではないかなというふうに思います。そのくらいやってですね、私、あのまあ、生産拠点を日本国内にどん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 戻してほしいなというふうに思います。まあ何もこういったことを言いますとですね、まあ資本主義経済じゃ,じゃなくなるんじゃないかというふうに、 言われる方はいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあそういったですね、あの、そういっあの、イデオロギーといいますか、まあ、そういったものにこだわるのではなくて、まあもっともっとあの日本国内で、まあちゃんとものが作れるようにするっていう、まあそういった時期に差し掛かっているのではないかなというふうに思います。まあマスクに限らずいろんなものがですね、まあ他の国で生産するようになって、まあそれによってですね、日本の技術力が落ちているというそういった話も聞いております。 まあそういった技術力の低下に歯止めをかけるためにも、私はサプライチェーン、生産拠点をどん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 日本に戻していくという、そしてそういった国に対しましてはですね、まあ、政府が財政的にきちっとし支援していく。まあ、企業だけで、えー、企業の努力だけでそれができないのであれば、政府がどん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 そういったですね、まあ、財源補助をしていくということは、結局国を守るため、これもですね、国防の一種だと思います。 まあそういったこともありますので、私はこういったことをですね、どんどんやってほしいなというふうに思っております。まあ、さて、えー、本日はですね、確かの22時から拉致問題奪還キャスがありますので、あの、あまり長く喋らないようにしますけれども、まあ、こういったふうに、まあこ、今回の武漢ウイルスの件につきましてはですね、いろいろ考えさせるところが多いことだなというふうに思います。この武漢ウイルスの流行期にですね、まあ、 日本という国、日本がですね、もう自身でいろんなものを生産できる。そういうふうにしていくためにはどうしたらいいか。そういったことを政治家はどん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 考えていってほしい。まあ、今回新たに成立いたしました、まあ、菅内閣につきましてはですね、まあ、安倍内閣以上にこういった取り組みを活発に行ってほしいなというふうに思います。まあ、あの今日はですね、まあ、ちょっとあの、時間短めになりますが、これにてあの終了したいなというふうに思います。 明日も、あの、おそらく、あの、21時からの放送になります。まあ、近々、あの、ボギーさんが復帰されるという、そういったこともありますので、えー、21時から、あぜひ、明日もお聞きいただければ幸いでございます。それでは皆様、今日も最後までお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。それでは引き続き、ボギーチャンネルのご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。